17番ホールパー4 329。これあれ池っすよね。多分あの池はね入るよ。あれ池か。まあでも入るけど、ある程度距離が出れば入らない。うーん、え、超えるってことですか。超える。ファーストバウンドではできない。うわ、ナイスショ。すごい。マジで私あの池にすげー入れたことあるからね。後ろからめちゃめちゃ、あ、まあバックっすもんね。そう、バック。いや全然平気、全然平気、届くよ普通に。左の池届くっていうのは入っちゃうってことですよね。入るってこと。でも池の方には打ってった方がいいかも。池の方狙って、まあちょっとスライス、そう、軽くスライスして、うん、そうだね。でも開かないようにね、はい。オッケー、ナイスショー、最高。あれいいね、めっちゃこすり玉だけどいいよ。スライスすぎる。うん、スライスすぎるけど、でもあれはあれでいい。うん、普通に打っていい。じゃあ左向いてね。オッケー、ナイスショー。いいね。おー、いいじゃん。手前のバンカーに入れるそうです。釣らないか。入れてもいいぐらいのつもりで。了解。 OK。 いい。あれ、ボール作った？架空のボール左に球見たの？はい、球見ました。殴りましたよね今。ええ、なりました。架空のボール作ってください、左に。はい、たまない？あります。じゃあもう一球打って。ごめん、ホワイト、もう一回行くね。もう一球。はい、気をつけて。ボール左に作って、その架空のボール打ちます。オーケー、ナイスショ。ちょっとカットだけど。だからそのカットする原因っていうのが、そのさっきパターで言ったそのインパクトから引っ張っちゃうわけよ。そう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 、なんかそういうイメージすごい強いよね。なんで？うん、そういうイメージすごい強い。なんで？何か見たの？いや、なんか、いや、なんなんだろう。こうなっちゃいますね、確かに。そうなるんだよね。なんで、まっすぐ行かせたいみたいな感じ。そうだよ、そうだよ。それだよ、私が言ってんのは。それは頭では分かってるんですよ。練習していきます。練習していきます。100のチームはセンターだと思われる。なのでちょっとゆっくりめに振ります。ゆっくりめに飛んじゃうからね、これだと。うまい、距離ぴったり。あ、ちょっとでかいか。あ、転がってきた。そう、ここね、横に2段グリーンなの。これむずいっすね。よくあんまりあれないっすもんね。奥はね、ない。あ、これもチーズ。何て言った？何て言った今。そもそも上振ったからね。上げたら落とすよ。あ、いいよ、当たってる、当たってる。今のいいね。はい、5、8どこ落とす？エッジとピンの間です。うん、いいね。もうそれより手前の方がいいかもね。うん、うん、だな。もうね、私がね、中学生の時もね、ピンデッドで全部狙ってたからね。ピンを狙ってるつもりはないんですけどね。いや、わかるわかる。多分ね、ピン見ちゃうからだと思うよ。そうなのかな。その落としどころを見るといい。
わかる、そのあのピンまでデッドで打ちたくなる気持ちは。なんかこの感覚は絶対なんか練習すれば学べるもんですか。学べるっていうか考え方によって、まあ、そうですね、だから自分がどんぐらい振ったらどんぐらい飛ぶっていうのが分かればいいってことですね。そうそう、そういうこと、そういうこと。まあそれは練習じゃん。で、考え方としてはピンの手前、まあ落としどころのところに目を向ける。だからピン向かないってこと。ピンに目向けちゃうとピン打ちたくなっちゃうから距離がない。手前見てそこしか見ないってことですね、うん、そう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 、短めにね。あら、緩んだな。右、左、胸を。お、あんまでかく振んないで。そう。うん。オッケー、ナイス。おお、そんな悪くないよ。ナイスオン。おぉ、ナイス。ナイス、惜しい。惜しい、結構いったね。オーケー、ナイス。ちょっとこれ、さっきアプローチ練習したんで58でちょっとやってみ。あ、いいですね、練習してください、はい、しっかり。どこ落とす？ここです。うん、じゃあそこ見てね。ワンモア、ワンモア。ふわじゃない方がいいみたいよ。あ、そうですね、うん、そうだ。緩んどるかな。おー、いいね、ナイス。おー、いい、惜しい。3回やってこれですからね。だよ、最初にやんなきゃダメなんですよね。そう、ほんとね、右手片手打ち思い出してください、マジで。右手片手打ち、右手片手打ち。もうそれ全部そうだよ、多分。あー、ごめん、グリーンの場合レッドって言っちゃった、なっちゃった、なんでなんでレッド入れーって。右手ね、右手、そうだ。今のストロークいいね。で、右手しっかり握ってる？すげー弱いんだけど。もう一回、もう一回。しっかり握って、1、2、うん、ナイス。あんな感じだね、どっちかというと。どっちかというとね。ってことはもうちょっとアドレスを弱くすればいいってことですか。アドレスを弱く、あ、こっちの、あ、テイクバック、あ、テイクバック。テイクバックを弱くっていうよりかは、別にちっちゃくても、そうね、ちっちゃい方がいいかも、大きいより感覚はね。攻める。うおー、あー、惜しい、惜しい。うわー、舐めたろ。で、考え方としてはピンの手前、まあ落としどころのところに目を向ける。だからピン向かないってこと。ピンに目向けちゃうとピン打ちたくなっちゃうから。